こんにちは、加藤旅具店です。今日は2回目の、旅具の紹介をしようと思います。1回目からねだいぶ間空いちゃいましたけど、気を取り直して紹介します。おさらいなんですけど、旅具って何かっていうと、徒歩でもチャリでもバイクでも何でもリアカーでも、とにかくね、旅の手段に関わらず、どんな旅人にも私が胸を張って紹介できるアイテム、それが旅具です。今日はですね、これです。ダーンタフというブランドの靴下を紹介します。旅具店ダーンタフの靴下大好きなんですけど、何がそんなにいいのかっていうと、まず名前の通りとにかくタフです。あと履き心地とかフィット性が抜群にいいこと、メンテナンスがとっても楽なこと、それから靴下なのに障害保証がついてくるっていうね、面白い靴下です。順番に紹介していきます。ダウンタフの靴下のタフさなんですけど、これ旅具店の記憶が正しければ、これ私買ったの2018年か2019年のはずなんですよ。ということ、2019年に買ったとしても20、21、22、23、今年で4年目の靴下なんですけど、見てください、このね、つま先とか毛玉すごいけどね全然まだね、穴開く気配ないんですよ。さすがにね、ちょっとこの足の裏のこの辺とかね、少しこう擦れて薄くなってきちゃってる部分はあるんですけど、かかともここね、でもまだまだね、伸縮性も十分だし、クッション性もね、へたってないし、まだまだ履ける感じがします。旅具店、これはね、加藤家の遺伝なんですけど、足のね、親指の爪がね、わかるかな、こういう風に指がね、こうクイッとね、反ってるんですよ。なので靴下を買うとですね、必ずここの足の親指に当たるところが穴開いちゃうんです。でもね、これは全然大丈夫。もう少なくても4年、長ければ5年履いてるけど、全然いけてるんですよ。これはね、もうびっくりしちゃいました。で、こういう移動する暮らしをするようになってから、靴下とかもね、あんまり持たないようにしてたんですけど、特にこの2年はですね、このダーンタフと、このダーンタフと、それからこれはね、モンベルなんだけど、モンベルの靴下と、あともう一足、ついこの間穴が開いてね、捨てちゃった靴下の4足で、この2年ぐらいをね、乗り切ってきました。それだけね、履く機会も多いし、夏畑もやるし、山登りもしたりするので、結構靴下ヘビーユーズしてるんですけど、これでも本当にへたらないですね。すごいなと思います。それから2点目、ダーンタフの靴下のすごいところ2点目、履き心地の良さ。旅具店、結構ね、畑仕事の時に長靴履いたりもするんですよね。で、長靴は一つ自分の足のサイズより大きい長靴を履いてます。っていうのも、春先とか冬とかね、寒い時期になってくると、長靴の中にね、こういうフェルトのすごい厚手のね、中敷きを入れたりとか、北海道入れたりとかして履きたいので、少し大きめの長靴を買ってるんです。でもそれだと夏場畑やるときにですね、結構ね、長靴の中で足が動いちゃうんですよね。で、フィット性のない靴下履くと、そういうでかい靴履いたときに靴下がね、なんていうの、中で寄ってきちゃうっていうか、ずれちゃって気持ち悪いんだけど、ダーンタフの靴下はそういうことは一度もないです。もうめちゃめちゃ足にフィット、快適すごいんです。3つ目のポイントはメンテナンス性の良さです。ダーンタフの靴下は、メインの素材にウールが使われています。旅具店は、以前公開したね、旅中の洗濯のどうしてるのっていう動画の中で、ウールの素材の服が好きですっていうのをお伝えしたんですけど、やっぱりね、ウールは早く乾くし、
着心地もいいし、だから臭くなりにくいっていうね、あの旅にはとっても向いてる素材です。ダンタフの靴下のメインの素材はウールで、それにポリウレタン、なんだっけかな、ポリ違うな、ナイロンとポリウレタンが混ざってるのかな、の靴下なんですけど、冬場とかね、あんまり汗かかない時期は、旅行って同じ靴下をね、5日間ぐらい履いたりします。でもそれでもね、臭くならないです。割とサラッとしてます。で、あんまり汗をかかない時期であっても、コットンの靴下をね、5日間ぐらい履くと、やっぱり、だんだん匂うようになってくるのと、1日履き終わった後にね、靴下がこう、若干ですけど、しっとりします。そのしっとり感がすごいね、冷えにつながって足先冷たくなっちゃうので、やっぱりコットンよりは断然ウールがいいなっていう感じですね。4つ目はこの靴下ですね、一生涯保証がついてきます。何かっていうと、普通に履いてて穴が開いてしまうと、それをね、無料で新品に交換してくれるんですよ。すごいよね。画期的だなと思ったんだけど。普通に履いてて穴が開いちゃったら、ホームページのね、ちょっと待って、課長、カンペを確認します。ホームページの、障害保証受付フォームっていうところからね、必要事項を書いて、靴下を送ります。そうすると、新品にしてね、返してくれるんです。そんな靴下ある?作り手のこの熱意というか、自分たちが作ってるプロダクトへのこだわりとか自信をね、めちゃくちゃ感じます。で、ダウンタフのホームページのリンクをこの動画の概要欄、詳細欄、タイトルの下のちっちゃい矢印押すとバーっとこう説明が見れるんだけど、そこに貼っておくので、興味のある方はね、覗いてみてください。で、障害保証って言ってもね、さっき見せたみたいにね、こういう風にこう靴下が擦れて薄くなっちゃってる、こういうのはね、交換してもらえません。穴が開いたらです。なのでまだね、頑張って履きます、この靴下。あと、もちろん故意に自分で破ったりとか、あとどっかにこうビッと引っ掛けて穴が開いちゃったやつとか、あとなんだっけな、洗濯したら縮んじゃったみたいなやつは交換の対象外になってたはずです。でもそれでもね、靴下なんて履いてたら絶対穴開きますからね。それを一生涯ね、こう保証してくれるっていうのはね、すごいなと思います。ダウンタフの靴下のサイズなんですけど、サイズ表はね、こんな感じになっております。で、旅具店、普段スニーカーとか、登山靴履くとき 23.5 の靴を履いてるんですけど、 23.5 ってね、ちょうど S サイズと M サイズの間みたいな感じなんですよ。で、どっちがいいのかってなって、一番最初に買ったのがこれね、 M サイズなんですよ。で、これぴったり、履き心地抜群、とってもいい、きつくもなく、ゆるくもなく。M だからね、ちょっと大きかったらどうしようと思ったんだけど、全然大丈夫でした。足ぴったり。で、次にね、こっち買うとき、S サイズ買ってみたんですよ。一個ちっちゃいのだとどうなのかっていうのでね。で、履いてみた結果、こっちもね、ぴったりなんです。全然履き心地あんまり変わんなかった。うん。なので、サイズに迷ってる方、ちょっとでも、ね、参考になればいいなと思います。ダウンタフの公式ホームページに載っているサイズ表には素足サイズって書いてあるんですけど、旅具店これ知らなくてね、普通に自分がいつも履いてるスニーカーサイズで買っちゃったんですけど、全然問題なく履けてます。で、あとダウンタフね、長さもあるんです。長さも何個かあって、これ最近ね、さっきも言ったんだけど、靴下が1枚ね、最近破れて捨てちゃったので、それの代わりにね、ダウンタフもう一足、ちょっと長さが違うやつを買ったんですけど、これが何だっけ、4分の1なんちゃら
これだ、4分の1ソック&ショーティーっていう長さなんだけど、よっ、それだと、よいしょ、こんな感じ。ここくるぶしね、くるぶしのちょっと上ぐらいで、こっちのがね、マイクロクルーかな、ここくるぶし、ここすねの真ん中よりちょっと下ぐらいかな。これで私の愛用のね、ブランドストーンを履くと、これ4分の1うんちゃらね、よいしょ、こんな感じ、ちょっとだけこう出る感じね。でこっちのマイクロクルーを履くとこんな感じ、結構ね見えますね、靴の上の方まで。あとこれで登山靴を履くとこんな感じ、あの4分の1何ソック&ショーティーっていうこの長さでもしっかりね、このくるぶしとかこの靴の履き口のところはカバーできるぐらいの丈ですね。で、あ、これそこらこっち足入んないかね、このミッドクルー、マイクロクルー、ごめん、マイクロクルーで登山靴を履くとこういう感じ、参考になるかな。こういう暮らしを長くしていく中で、最近ようやくね、自分に何が必要なのかとか、自分がどういうものが好きなのかっていうのが見えてきて、で靴下に関しても特にここ2年はこのね、ダウンタフこれと、もう一足ダウンタフこれと、モンベルと、あと最近穴が開いて捨てちゃった別の靴下、4足だけでやりくりをしてきました。で私それをね結構誇りに思ってたっていうか、4足でも十分やってけんなっていうのとか、自分が気に入って納得して買ってる愛着のあるアイテムでやれてるっていうのをすごく嬉しく思ってたんですけど、あのなんとね、ここ最近同じ友達が旅具店に靴下を2足もくれたんです。見てこれこれ1足目ね、これもうなんかね、ふわふわの生地で、この子が言うには、見てこれーって、ふわふわなの、足気持ちいいって、履いてないみたいって、ぜひ履いてって言ってくれたんです。これね。これね、コットンです。でね、もう一足はさらに可愛いよ。お土産持ってきたーって言ってね、旅具店に会いに来てくれた時に、見てください、これ。お花の刺繍を自分で入れた靴下を持ってきてくれたの。しかもこれさ、いいよ、こっち足が幅で、こっち足がナイスデイ、見てこれ履くとさ、幅ナイスデイお花ってなってんの、めっちゃウケると思ってで、これ白だしさ、薄いしさ、あのさ、今までね、旅具店が説明してきたダウンタフの靴下の良さとは、まるで逆行するタイプなんですよ。コットンだしね、乾きにくいし。で、ふかふかだけど、そんなにこうフィット性も良くないから、これ大きい長靴の中で履いたら、まあこう、ね、よれてきちゃうだろうなっていう靴下なんだけど、もらった時ね、やっぱりめちゃめちゃ嬉しかったんですよ。その元気が出たというか、なんか長く旅をしていくと、こうミニマムなものでも暮らせるなっていうのがだんだん分かってくるんだけど、でも何ヶ月とか何年とかってこう移動しながら暮らしていくと、もう旅そのものが自分の暮らしだし、逆言えば暮らしが旅だしってなってきて、そのミニマムに切り詰めるだけじゃつまらないなっていう場面がやっぱり出てくるんですよ。で今後旅具とかをね紹介するときにも、
発信していきたいなっていう私の最近の気づきなんだけど、やっぱりね、余白が少し必要なんです。全部切り詰めて必要最低限でスマートに一番軽い装備で旅に出るかっこよさもあるんだけど、そこに暮らしの要素を入れようと思うと、やっぱり愛着があったりとか誰かの思いが詰まってたりとか、小さいことでいいんですけど、例えばこれなんか履くたびにね、Have a nice day って彼女がね言ってるような絵が浮かぶんですよ。で、元気が出るのね。そういう自分の心を豊かにしてくれるようなアイテムとか、人の愛を感じられるアイテムとかだったら余分に持ってもいいなって。あとはまあ自分が好きなもの、私だったらコーヒーが好きなのでコーヒー入れるグッズとかも旅に持ってくんですけど、こんなのねぶっちゃけなくても旅なんかできるんですよ。荷物減らせばいいし、コーヒーグッズなんか別に現地でも買えるし。なんだけどやっぱりそういうのを持って行ったりもしてて、その自分の暮らしの彩り方、最低限のものプラスアルファでこういうものを持つ楽しさみたいなのもあるなっていうのを、旅に余白が必要だって気づいたのもこの2年ぐらいかな。減らすばっかりじゃなくてね、少しこういう愛のあるものこれだって見てよこのお花かわいいなんかねこういう、いやまあ ごちゃごちゃ言ったんだけど、ミニマムにやるっていう旅のかっこよさもあるけど、そこにね少し余白を持たせて自分の気持ちをね上げてくれるようなアイテムを持つっていうのも旅の楽しさかなっていうのを、皆さんに伝えたかったです以上です最後まで見てくれてありがとうございます。なんかここ何本かで動画の最後はいつもなんかグダグダになってしまうというあれなんですけど、あやちゃんありがとう。履いてますよちゃんと以上ですどうもありがとうございましたまたね